はいどうもこんにちは、ホステルと申します。プレイステーション2のサイレンス実況プレイでございます。本日プレイしていくのは永井織人くんの14時間後闇金の社宅だね、波頭の102号室スタートで、1時間前のデモシナリオでは矢倉一子に何かを感じた三沢くんが矢倉ちゃんに銃を向けたところ、それを永井が止めに入って三沢を射殺しちゃうっていうところだったよね。射殺ってうまく言えてないけど、その後のエピソードやっていきましょう。奪還スタートしていく。大丈夫、大丈夫だから、絶対助けてあげるからね。そう、大丈夫。早速顔面出てきたな。矢倉一子も言うて結構怪しいんだよね。ここまで死人になぜか襲われなかったりとかする描写があったし、怪しいことこの上なしの人物なんだよね。終了条件、矢倉一子の救出、崩れ谷からの脱出、やっていこう。ヒント1、突破が困難な場所では諦めてしまうのも一つの手段です。車を利用するなどして新しいルートを開きましょう。まあ、諦めるのは実況者ホステルさんのお家芸といったところなんで、これはね、大いに期待していただきたい、諦める姿を。ヒント2、発煙筒をうまく使いましょう。狭いところで使うと視界が悪くなります。闇人の目をくらませることができます。はい、木うまく焚いていかないといけないってことだね。伊藤304号室、矢倉一子を救出。伊藤304号室か。伊藤は向こうの胸だね。とりあえずそこへ向かっていかないといけないっていうこと。ただこれ矢倉一子、発見するの遅れたら死ぬのかな。その辺ちょっとわかんない。武器の確認、木がとりあえずあるでしょ。それでアサルトライフルじゃない、サブマシンガンか。あ、ライフルを持ってる。ただ 5.56 ミリ弾はこっちか。あ、これ弾少ないね。とりあえず矢倉一子のいるところに行かないと。アパートの中までは敵いないのかな。最寄りのジャックしたらアパートの中なんですよね。この公園って何かアーカイブとかあったりするかな。叫び声が遠くからすごい聞こえてくる。周りに調べられることはなさそう。三輪車も調べられないし、とりあえずライト消しとこう。トラック使えるかな。うん、使える。久しぶりのトラックだね。どうしよう、伊藤までトラックで行くか。トラック近くに置いときたいよね。あー、くそ、ダメか。車の下の方の描写が、これってガソリンがないってこと？使えないね、トラックはとにかく使えない。伊東までとりあえず行くか。おっと、どこだこれ。扉開けた瞬間かな。どっかの扉開けた瞬間にいるね。伊東の304号室。奥か手前か、どっちだ。奥側だね。これベランダ経由で行かないといけないかな。扉開けた瞬間に行ったりぞ、これ。ここだよね。よし、やっていく。あ、やらない。うわっ、あっぶね。ウィーケット、ちょっと待ってね。こっち側のベランダ経由かな。あ、いけない、こっちか。あ、こっち側の部屋だ。では行きましょう。アイテムあるか。ライフルリロードしといた方がいいかな。弾あったっけ。一応リロードかましといて。うわ、何の音。雷、それとも近くに顔いんのかな。敵サブマシン持ってるやつ多いからサブマシン装備していこう。なんか今調べるコマンド出なかった。どこ、なんか調べる
調べるでだよね。開ける。開けていく。隣の部屋まで。うわっビビらせやがって。戻れ。闇霊が。そこに直れ。あ、びっくりした。あ、危ない。食らってる。こいつらは取るに足らない無双無双だから。おい、めっちゃいるけど。いやー、これ、あ、180度の感じにするんじゃねえ。クソガキが。ひどいよ。突破するか。さあさあさあ、あー、発見されていく。どこだ。まずい。うわ、いや、厳しいですね、ここ通り抜けるの。うわ、スタート地点からだ。他に何かしらのピースあんのかな、先へ進むための。あ、突破な困難な場所ってここのことじゃない？写真とか。そうだ、はい。車を利用するだとして、車を利用して2階から入っていけってことかな。あ、発煙筒を使うっていうのもありだな。集中だ。とりあえず車か。ガソリン入れないといけないってことだよね。どっかにあんのかな。探索先にしてみるか。突破の困難な場所って絶対今のところだ。こっち行けたりとかする。ただ矢倉一子ちゃんの命に時間制限があるかもしれないから、そのあたりもしっかりとケアしていきたいと思う。イチコが敵に発見されるような描写がないから大丈夫だとは思いたい。手前の胸探索してみるか。行けるとこ限られてそうだけど、探索範囲なんか狭いような感じがする。1階の部屋には入れない。マップが黒くなってるから。この叫び声みたいなのどこから聞こえてきてるんだ。探索していこう。とりあえず閉めといて。闇人と闇霊が相手の場合は基本的にはライトつける立場あってもいいかもしれないから、ライトはつけとく。上にどんどん上がっていき、いや、開けられる部屋がないね。ここ開けられる。なんか調べていく。アラートシステムは今のところ作動しないから一旦身を潜めましょう。気配さえ気づかれてなければ敵は来ないと思うので、周りで調べられるものがあれば調べていく。ここベランダ行けるね。ベランダで隣の部屋群行ける。同じ胸の反対側のところ。これ以上上は屋上でしょう。多分屋上何もないよね。何もないとは思う。すぐさに一つ一つ探索して、なんでだって手に入れたアイテムはしっかり引き継がれるからね。ここ三沢くんが電気コードを取ったところだ。なんかある。車のバッテリーか。はい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 。ガソリンがなくなってたんじゃなくて、バッテリーがついてなかったのか。けどセル回ってなかった。あ、バッテリー上がってるってことか。うわ、早速バテていく。ちょっと回復しよう。車のところまで一旦戻らないとな。あ、いるいるいる。どこだ。階段降りたところか。階段降りたところだよね。あ、映ってる映ってる。右上にちょっとだけ。あれ、三沢だよ。三沢じゃねえ。誰だっけ。長井だよね。あ、いるわ。そしたら、ここからクリティカル狙いするか。主観視点で。できないんだ。ライフルにしよう。ライフルなら取り回し楽だからな。こんな感じで。いけるいける。死ねえ！クリティカル全然できないけん。まあ、ともあれダウンさせれ、出たので。開けられない。反対側に打ち込みか。これも、探索ケアしておきたいところ。小銃ね。あ、サブマシン手放したか。どうしよう。64式と、89式で、あ、使用弾薬違う。じゃあ一応こっち終わっとくか。あれ、こちら側からいけない。打ち込みにかかったところ。トラック、トラックだ。
トラック使って侵入すれば何かありそう。これは清田明子の時を思い出すね。ここは三沢が爆破した部屋だ。漁れるとこはしっかり漁っておいて、車とバッテリー置いたの誰だ果たして。ここから先はベランダしか行けないね。部屋には入れない。ただ進むと何かあるかもね。あ、何もないか。よし、とりあえずはこっち側の胸、伊藤だっけ、じゃない、いや伊藤じゃなくて路頭だね。路頭側には車とバッテリー以外は何もないね。これ大いクリアだわ。全部調べて。ゲームオーバーになったとしても何かしらを残しておきたいよね。これで一つ、路頭は他に探索するとかないということが分かった。でバッテリー供給しよう。ちょっと待って、乗車してどうすんね。まずバッテリーでしょうよ。こっちか、ボンネット。あれ、これどこにバッテリーつければいい。バッテリーをつけるってチラッと出てきたけど、あ、しゃがんだら出てきた。はい、軽トラのバッテリーってこんなところについてんだ。これさ、簡単に雨とか当たらないかな。大丈夫なのかな、こんなところにバッテリーついてて。こんなもんなの。ヘッドライトってどうやってつけるんだっけ。はいはいはい、一緒だね。久しぶりの軽トラ走行、忘れてる。 R1 で前進、車をベランダに寄せていく。で、内鍵がついていて部屋にこれで入れるようになったね。中探索しましょう。なかなかスムーズでは？一回死んだけど。よっ。こっちから上がっていく。ただ問題は一体だけいた闇人が、ちょっと待って、やってくるかどうか。もうダウンが復帰してるよね、彼は。あんまり物音立てたら来ちゃうかもしれない。物音立てずに行きましょう。まあ、場合によっては内鍵上げずに行っちゃうっていうのもありだよね。これ調べられる？無理だ。多分足音立てちゃうと、そっち側に。何の音？闇で？何の音？なんか今。なんかそそるような音が聞こえたんだけど、ジュルジュルジュル。エロい音が聞こえた。もしかしたらなんか濡れ場なのかな、これ。内鍵開けることが誰かの必要行動になってるかもしれない。ここを開けておく。違うね。外の闇人が出してる音か。ここ何もないのかな、結局。調べる小判のとこも出てこないし、ここには何もなさそう。無意味だったな。それともここは終了時にいて何かするのかもしれないね。何もなかったっていうことは。このゲームね、鍵とか開けさせてた、結局何もありませんでしたっていうことってあんまりないような感じがするんだよ。だからいずれここにはまた来ることになりそう。バックしていく。では車入手できたので、次はこの伊藤の立ち回りだね。伊藤は2階だっけ、さっき死んだのって。どうにかして車を使って突破できる手段があるってことでしょうか。ちょっと待って、伊藤はベランダに車を寄せるスペースがないよね。裏から行けんのかな、それとも。伊藤の敷地、これ柵あるから、車使って中入れないんだよね。それとも柵の内部から中に入れんのかな。こういうところとか。無理だよね。どうすればいいんだろう。一応車は運転できるようになったんだけど、この車を使ってどうするか。こっち側にも行けないし、行けないよね。路頭に関しても、なんか今サブマシンガンの音しなかった。やべ、はまった。あ、はまった。うわー、やっちまったぜ、これ。あ？なんか声した、今。あ、そっか、この入り口のところに1体いるんだったな。で、ベランダ経由して反対側に行って2階に上がったところでやられたよね。もう一つの方のドアから入ったらどうなるだろう。それを試そう。
結局闇霊と闇人と同時に襲われて命を落としたから、わっやばい、あぶねえ、いやー来るかなこれ。扉が破れて部屋がある、わっ、あ、そっか。これ結局ベランダ通ってきたところと、あ、さっき死んだところだ。今の階段の、撃たれたやつ。さっき死んだやつだ。子供の階段上がって、上に行こうとした矢先に殺された。ここは闇病がたくさんいるから、僕たくか。いて!やばい!突破突破。大丈夫、ちょっと体力と回復かかりましょう。階段のところにいるよね、来るかな、一旦体力回復する。こっちに僕投げるか、よっ、撃ち始めた、よし、ダウンさせていく、ダウンしない、撃ってる撃ってる、もう一発も僕たくか、上にもいるよねこれ、よっ、なんか扉開いてる画面が映ってたから、わあ、いたいたいた、はまずい、よし、おい、でこの武器もらっといて、で順番に部屋探索していきましょう。いいですね。反対側の胸行くか。え、ここじゃない？移動304。あ、もう一回上か。もう一回上だね。もう一つ上の階だった。ベランダ通ろう。もしかしたらアイテムがあるかもしれない。こっち側から、あ、でもこっち側から上に上がっても、もしかしたらベランダ経由できないかもしれないな。今のところはアラートシステムになってないし、大丈夫、その辺は。こっち側の部屋には入れずかな。ベランダ経由してもいけないよね、多分。いや。移動していけるか、これ。あ、いけないわ。今一瞬アラート発生したよね。ちょっとやばいか。これどこだろう。上じゃなさそう。下かな。ここはいけない。反対側は？ここはいける。ベランダ経由できるか。あ、できそうだね、これ。ベランダ経由して304行けそうだわ。闇霊がいないかどうか心配。なんか闇霊のこと闇霊って言っちゃうね。アイテムあるかな。アラート鳴ってないから、この部屋は大丈夫だと。似たような部屋ばっかり全然わからんぞ。ここ開けられるかな。あ、いけそうだね、これで。いいですね。で、晴れて伊藤と304号室でしょ。あ、ちょっと飲み物飲ませてもらって、では進んでいきましょう。飲み物っつっても酒なんだけど。昼間から何やってんのこの人。今収録時が昼だからね、ちなみに。おい、行けなくね？ちょっと待って。いや、入れそうなところないな。ベランダからだったら無理か、これ。開けるっていう選択肢もないし。参ったね。あ、まだあの、闇人のところ突破していかないといけないの。そらきついで。殺生な。こんなバカな。いやー、だけど仕方ないか。いけないからね。一回下の階に戻って、再びベランダから、闇人2体放って先進まないと。なんか闇人って言いにくいよね。噛むわ。いやー、参ったね。あ、遠吠えみたいなの聞こえるし。
最寄りのやつはとりあえず移動はしてきてないみたい。大丈夫？いや、アラート来てるね。隣の闇人に反応してるだけかな、これ。窓から出たところ。木タイテクか。窓から出た瞬間に発見されるよね、多分。最寄りのやつはとりあえずこいつになってるから、こっち側の204号室の扉のすぐ真ん前にいるやつだね。扉の前に来た瞬間に発見されるでしょ、これ。いやー、どうしよう。やはり、こっちに来るかな。いや、来ない。待ち構えてる。木タックか。こっち側に木投げよ。おっ。よし。いけいけ。わ、また弾投げなっちゃった。うっそー！うわ、サブマシンガン使い勝手悪。敵持ってたやつ強奪したらすぐ弾切れ起こしちゃうんだけど。しかもいろいろ探索できる割には全くアイテムのかけらもないんだけど。集中しろ。これ車は？あ、車復活させたところからやり直しか。わかった。もう車いらねえわ。多分車なくてもいけそう。ルート的にはどうだ？奥側から入った方がいいのかな？手前側一体。扉のすぐそばに、これ、待ち構えてるよね。ここはスルーしよう。ここスルーして、もう片方のところから入って、もう片方のところは階段に一体いるから、とりあえず開けて、開けて、木すぐ投げようかな。あ、なんかあの配電盤調べられそうじゃない？赤茶けた、あの、錆びた札のところ。どうだろう。よっ。いけ。いってー。次当たんの？ダウンしたし。プレーカー上げるってある？これ中の闇霊を倒すことができるってことか。じゃあ電力を充してで、上にも一人いるからもう一回木投げる。よっ。もう一回木投げて、よし。なんかね、自衛官のくせにエイム悪いんだよね、こいつら。あ、弾もうねえわ。で、304まで行こうと。っとこれ誰だ、これ誰だ。いやだよ、アラートシステムはなってない。大丈夫だ。304号室ってここでしょ。子供は行けるよね、多分。ベランダからは来れなかったから。で、扉閉めといて、これで一応、いちこちゃんと合流できるでしょ。終了条件が、あ、いちこを救出して、なおかつ脱出か。ちょっとと行った方がいいかもしれないな、これ。死人が起き上がる前。もしかしたら顔いるかもな、だけど。いちこちゃん！いちこちゃん。あの女の人。船にいた。どういうこと？こっち狙ってる。終了条件変わったのかな、これ。どこからだろう。矢倉一子からにしてくれ。よし、ちょっと待って。いや、矢倉一子を置いて子供は脱出しないといけないのかな、多分。だと思うわ。あの時、死んだのは。多分矢倉一子殺したらこれゲームオーバーだろ。つうかさ、サブマシンガンのゲームバレすぎじゃない？こいつ本当に自衛官か？偽物じゃねえだろうな。私、あの時死んだのは。これ投げとく。ヤグライチも一回飛ばし、うわっ、正確に狙ってくる。ダメだこりゃ。これダメだね。逃げるしかねえわ。ブレスレット。とりあえず一発投げといて。
行きましょう。追いかけてきそう。うわー、こいつら起きてる。どけ。いった。はあ、ダメだ。うわー、厳しいねこれ。これちょっと厳しいわ。無理かもしれないね。女の人、とりあえずヤクライチコに投げといて武器変えよう。ライフルにしよう。エイム悪すぎるからこいつ。とりあえずいるやつは倒しておいて、あ、追いかけてくるヤクライチコ。ちょ、え、下向けろって。何してんのこいつ。おかしいんじゃねえか。脱出する手段がないねこれ。そう、ここで発煙筒を投げるのは間違いないのかな。いやー、エイムしてくれないこいつ。カスだね。うん、やべえわ。ゲームシステムが悪いだけかもしれないけど、雑魚すぎだろ。いたー、うぜえ。発煙筒を置くっていうこともできるんだ。ただ置いたところでどうなのっていう感じだよね。発煙筒を投げるのも置くのも緩慢すぎ、動きが。あのパデージしかも死んだのは、動き始めたらダメっていうことか。あ、ダメだ。よっ、見つけた。ダウンして、よし。わ、早くダウンしてこいつ。通り抜けられない、やばい。ヤクライチコ来る。とりあえず木炊きまくって急いで急いで、やばい、とっとと行く。え、こっちじゃないの、やばい。まずい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 。脱出口どっちだ。え、スタート地点が脱出口なのかな。どこ向かえばいいんだろう。やっべ、定期的に、うわ、やばい。定期的に発電灯置きながら行こう。こっちか。あ、お願い、脱出させて。こっちからやり直しとけない、正直言って。これめんどくせえわ、このチャプター。急いで、スタミナが持つ限り走って。よっしゃ、いいですね。いやー、むずかった。で、時間戻って5時間後、これどこだ。藤田と一緒にいた頃か。いい顔じゃん。嫌になっちまう。すまんな、あさこ。私死んだの。私は私じゃない。怪しいねこれ。藤田茂宛ての手紙。藤田をあやめたのは矢倉ちゃんだったか。二重人格か何かか。いやー、ますますだけど怪しいね。謎が深まるわ、矢倉一子に関しては。バッドポリスじゃねえ、誰だっけ、不祥事ポリスか。お、殺したのはこいつだったか。いやいやいや、これは先の展開がさらに楽しみだね。ここも終了条件に手に入れたんだよね。そしたら永井頼人くんの終了条件2をこのままやるよりも他のチャプターもやりたいんで、
次回は五木守のグライドウィングを行こうか。ここの終了条件に参ります。でそうすることによって進めるのが1時間ほどでもシナリオか。はい、では次回こちらをやっていく。今日はここまで、ありがとうございました。